はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。11時をちょいと回りました。10月は13日の日曜日ですね。日が照っています。さて、ですね、これは共同通信に今日の記事かな、昨日かな、13日今日ですね、朝5時28分です。キム・ヨジョン氏、あのおばちゃんですね、妹のおばちゃん、そのキム・ジョンウンの妹ですね、もうええ年です。40ぐらいちゃうんかな、まあ、お姉ちゃんというべきですから、見た目お姉ちゃんですねまあ何でもいいんですけど、キム・ヨジョン氏、韓国に報復警告、無人機侵犯に猛反発ということですね。北朝鮮のキム・ジョン朝鮮労働党総書記の妹、キム・ヨジョン、キム・ヨジョン、党副部長、そうか、まだ30代やったかな、あの豚が40ぐらいですもんね、じゃまだ30代ですね、は12日夜、韓国から飛来した無人機が領空侵犯して、首都平壌上空で金正恩体制を批判するビラを撒いたとする問題をめぐり、次に発見した場合は即座に惨事が起きるとして惨事、どんな惨事なん、あの悲惨の惨ですね、はい、として軍事的な報復措置を警告した。朝鮮中央通信が談話を報じた。韓国軍が事実関係を確認できないと説明したことにも反発した。これどうやらね、韓国軍がやってないらしいんですよ。民間ちゃいますか、あの脱北団体とか、あの韓国軍そんなことで嘘言わないと思うんですよね、やったのにやってないとは言わないと思うんですよ。軍がやったんではなくて、他の機関がやったのか、それか民間がやったのか、どっちかですね。まあドローンぐらいそんな高いもんちゃいますからね。北朝鮮が無人機が軍事的な攻撃手段に用いられていることを問題し、韓国の民間団体が無人機を使ったとしても軍が黙認したと見なし、容認しない姿勢を鮮明にした。軍が容認したとは言えないんちゃいますか。例えば国境近くで飛ばしたらですね、分からへんやんそんな、でドローンってですね、こう機体のあれによってはですね、レーダーで映りませんよ。で低く飛べば映りませんよ。あの辺山なんですよ、南北国境地帯って。だから低く飛んでいたらほぼ韓国側のレーダーに入りませんからね。であるいはですね、海を飛ばしたかもしれないですよ。船でですね、平壌の沖まで行ってですね、そこから飛ばしたかもしれないんですよ。分からんでしょ。で海の上、高度50メートルぐらい飛んでたらほぼあれに入りませんし、ドローンがですね、そのなんて言いますかね、こうレーダーに反射しない場合もありますだから韓国軍が把握していたかどうかは不明ですね。これね、把握していたのかもしれない。でもどうでしょうね、禁止にはできないんちゃうかな。韓国にそういう法律があればできますけどね、まあようわからん。談話は、韓国軍の無責任な態度が南北の軍事衝突を招く恐れがあると批判。韓国の脱北者団体が大型風船で体制批判ビラを散布し続けている、まだやってるのかな、ことに触れ、韓国側が対応をなまり、朝鮮半島情勢を悪化させているとした。領空侵犯問題をめぐっては、北朝鮮外務省が11日に重大声明を発表し、無人機の飛来を主張、あらゆる攻撃手段を任意の自国に取る体制を整えると威嚇した。ドローンの機体が発見されていませんから、回収されたか、もしくはどっか北朝鮮が把握できないところに落ちたかのどっちかですね。党機関紙労働新聞は12日、韓国側が散布したとするビラの写真を掲載、モザイク処理されていたが南北の経済格差を訴える内容は判読できると。まあこの先これがどうなるのかと面白いんですけども、このヨジョンのおばさんがギャンギャン吠えてますけどもですね、何か軍事行動ができるかというと実績できないんですよ今北朝鮮って。海軍と空軍は実質的にないに等しいんですね。多分空軍で飛べる飛行機というのはですね、もう20機程度ちゃうんかなと、飛び上がれるというねで作戦行動ができるというのも20機もないと思いますね。で年の訓練時間が十数時間と言われてるんですよ。
今はもっとないかもしれません。そうするとパイロットが満足にこう訓練できないんですよ。飛び上がるだけやったらね、旅客機と一緒ですからね、飛び上がって降りるやったら軍の飛行機ってもっとややこしいことしなあかんでしょ。爆弾落としに行ったりとかですねそんな訓練が全くできていない、わけでして、まず空軍内に等しい、海軍も内に等しい、そんで唯一の陸軍はですね、陸軍の兵隊さんたちは食うや食わずなわけですね。本来軍なんで飯が出るやろと思うでしょ皆さん。出えへん出えへんからですね、各部隊ごとにですね食料調達しちゃうわけですよ。で食料調達って言っても、どないすんねんって言って、そこは軍ですからね、武器を持ってってね、わ食料ありそうなとこ行って、俺よこせってやってる強盗団やん、そうでしょ三徳ちゃうんかみたいな、まあ、同じなんですよ。もうそうなってるんですね。女食うや食わずの軍隊がですね、その何て言いますかね、機能するかっていうと多分しませんよ。まあ大砲を撃つことぐらいできますけども、だから何かできるって言うたらですね、大砲を撃つとかロケット砲を撃つとかってだけでですね、それもちゃんとまっすぐ飛んでいくんかって世界があるんですよね。だからもう軍隊がもうまるでポンコツなんですね、今北朝鮮って。だからおばはんがいくら吠えたところでですね、なんかやりたければやってみるみたいな、そういう感じですよ。20年ぐらい前にヨンピョン島というところに大砲いっぱい撃ってきたんですね。まだキム・ジョンウンがですね、ただの息子だった時に、でそれを指揮したと言われてるんですね、キム・ジョンウンは。でただそのね、その時でも弾はまっすぐ飛んでなかった、3分の1ぐらいがまっすぐ飛んできたって言うんですよ。情けないのは反撃した韓国軍も弾がまっすぐ飛んでなかったという話がありますけどお前らちゃんとやってるんか朝鮮民族はみたいなまあいいんですけど、それはいいとしまして、だからあの辺りでですね、まあ、大砲撃ったりロケット撃ったりするぐらいのことはやるかも分かりません。でそれでこれですね、もうちょっとしたら多分ね、韓国側のどの組織がですね、このドローン作戦をやったのかが分かると思います。まあ多分脱北団体ちゃうんかなと思うんですけどね、でそれを韓国側は多分禁止すると思います、禁止するけども、そんな勝手にやったら分からへんやんとかですね、ドローンってね、多分ね100万円単位でかなり高性能のものが買えるはずなんですよ。なんでですね、その操縦にはちょっと習熟がいりますけどね、まあでもまあ不可能ではないですからね、やらはったんちゃいますかきっと、まあまあいいけど、はい、ということでですね、この共同通信の今読みました、ほぼ全部読みましたけどですね、キム・ヨジョン、オバハンですね、猛反発ということで、次見つけたらなと言ってるんですけど、何ができんやろうということですね、北朝鮮に。まさかこんなことで核爆弾持ってくるとは思えないんでというか、まあ前にも言いましたけど、多分北朝鮮の核爆弾ってね、4畳半の部屋ぐらいでかいんですよ。こんなでかいんですよ。運ぶ手段がないですさっき言ったように飛べる飛行機はもうほぼ20機とかなんですね。それ詰めるほどでかい飛行機ないんですよ、北朝鮮には。だからですね、無理です船でじーっとこのイルチョンの沖にやってくるしかないですけど、そんな人はすぐバレます、だからちょっと無理ですね、本当にだから今ね、もうハリボテもハリボテでですね、そのなんていうのかな、軍隊ですらないんちゃうかな、野党集団、野党って野原の農に盗むというですね、つまり盗賊集団みたいになってしまっているのが北朝鮮軍でですね、多分何もできませんよ、はい、ということで一応この共同通信のサイトを貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。